様こんにちは。11番幸福実現党和田美奈でございます。議長の許可を得ましたので通告に従い一般質問をさせていただきます。今回私からは大きく2点ご質問をさせていただきます。まず1点目は投票率の向上についてです。この度私は初めて辰野市議会議員選挙に立候補をさせていただきました。ありがたいことに辰野市合併以来初の女性議員の一人として当選をさせていただきました。このことはこれまでなかなか拾い上げられなかった女性の視点やアイデアをダイレクトに市政に反映してほしいというご期待の表れであると実感しております。これは女性だけではなく多様なさまざまな民意を取り入れることが良い市政、新しい市政を作る基本であると考えておりますが、投票率の低下によってそれが困難になっていることが大変残念であります。この点を踏まえまして以下3つご質問をさせていただきます。1、本年4月22日に投開票が行われた辰野市議会議員選挙の投票率は前回の市議会議員選挙と比べ5ポイント程度低い結果となりましたが、それをどのように評価しておられますか。2つ目、投票所が減ったことにより高齢者が投票所に行きにくくなった現状についてどのようにお考えでしょうか。またこれについて何か取り組みを行っておられるでしょうか。3つ目、投票率を上げるためにそのほかにどのような取り組みを行っておられますか。またその効果は成果は出ているのでしょうか。お聞かせください。次に大項目の2点目、街路灯による安心安全の確保についてご質問をさせていただきます。第2次辰野市総合計画において安全・安心なまちづくりへの挑戦が掲げられ、さまざまな取り組みが進められております。しかしながら、初めての選挙戦を通じて、私が最も多く頂戴したのは、街が暗くて危ないというお声でした。特に小中学生をお持ちのお母様からは、ただでさえ少子化で同じ地域から通学する同級生が減っているのに、街が暗いと、下校時はもちろん、放課後に近所で遊ばせることも危険だという心配の声をたくさんお聞きしております。また、辰野市に U ターンや I ターンしてこられた方々からも、辰野市はいいところだけれど、夜道が暗いことにびっくりしたとおっしゃられておりました。新潟でも凄惨な事件が起きたばかりです。市民の皆様の生命、安全を守ることは、何よりも重要な行政の役割だと考えております。そこで、女性の視点から以下5つご質問をさせていただきます。1つ、本市における街路灯の設置状況について、現在の街路灯総数は何基か、自治会の申請数、過去予定数と、実際の設置数、予定数との差はあるのか。2、本市の街路灯の LED 化の進捗状況について、LED 化の進捗状況はどうなっているのか。防犯灯の LED への変更について、自治会の申請数、予定数と、実際の変更数、予定数との差はあるのか。LED と白色街路灯の電気代の差額はどの程度あるのか。全街路灯の LED 化はいつ頃を見込んでいるのか。3、街路灯設置補助交付を自治会が申請する際、設置基準や上限が設けられているが、今後、自治会の要望個数に応えられるように、上限を引き上げることは考えているか。4、新規工事、LED 化等の更新工事、電気代等のランニングコストなど、自治会負担が重いように感じるが、早期に安全・安心なまちづくりを実現するために、イニシャルコストは市が全額持つべきであると考えているが、その点はどう考え
考えているか。5. 安全・安心な街づくりにおける街路灯の役割についてどのように考えておられるかお聞かせください。以上、よろしくお願いいたします。副市長。11番、和田美奈議員のご質問のうち、1点目の投票率の向上についてお答えいたします。まず1番目の辰野市議会議員選挙の投票率でございますが、選挙は先ほど議員がおっしゃったとおり、民主主義の根幹をなすものであり、すべての有権者が参加し、自らの意思に基づいて選挙権を行使いただくことが重要と認識いたしております。さて、近年、国政選挙や地方選挙におきましては、投票率は前回を下回る傾向にあり、国におきましても、有権者の投票の機会の拡充に向けた検討がなされ、公職選挙法の改正が行われたところでございます。その一つが、期日前投票制度でございますが、期日前投票制度の利用者は大幅に増加しているものの、総じて投票率は前回選挙の投票率を下回る傾向となっております。この度の平成30年4月22日執行の辰野市議会議員選挙と、前回の平成26年4月27日執行の辰野市議会議員選挙の比較でございますが、平成27年6月の公職選挙法の改正による選挙権年齢の引き下げにより、有権者総数は増加したものの、18歳、19歳の投票率が低いことにより、全体を押し下げたこと、さらに前回、前々回の市議会議員選挙では、議員定数が削減されたことにより、市民の関心度合いが通常時より高かったことなどにより、今回は 4.7 ポイント低い投票率となったものと考えております。なお、本市におきましては、平成27年に投票区の見直しを行い、今回の市議会議員選挙と前回の市議会議員選挙の投票率を比較しますと、統合した投票区、統合してない投票区に関係なく、全体的に投票率が下がっており、また、統合した投票区の一部には投票率の上がったところもあり、投票場が減った投票所の数が減ったことによる投票率への影響は少ないものと考えております。次に2番目の投票所が減ったことにより、高齢者が投票所に行きにくくなった現状についてでございますが、議員ご指摘のとおり、投票区の見直しにより、従来の投票所から遠くなった方もおられますが、この度の市議会議員選挙での期日前投票を見ておりますと、ご近所同士や家族で乗り合わせをされていらっしゃる方もおられ、またタクシーや市民乗り合いタクシー、あかねちゃんをご利用されている方もおられたようでございます。高齢者の移動支援につきましては、選挙の公平性や中立性、また近隣市長の状況も参考にしながら、支援策について調査研究してまいりたいと考えております。次に3番目の投票率を上げるために、どのような取り組みを行っているかについてでございますが、選挙時には市広報誌やホームページ、Facebook への掲載、候補者による啓発、防災行政無線による市内一斉放送、本庁総合支所での懸垂幕の掲示とポスター掲示、主要な駅でのポスター掲示などを行っております。また、成人式などのイベントでの選挙啓発、市内高等学校や特別支援学校での出前講座を実施しているところでございます。その効果につきましては、数値として検証することは困難でございますけれども、日頃から選挙への重要性について、継続して啓発を行ってまいりたいと考えておりますので、何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。都市建設部長。
き続きまして、2点目のご質問の街路灯による安心安全の確保についてお答えいたします。先に21番、畑山隆一議員のご質問にお答えいたしましたとおり、道路照明設備には、市が設置し、管理している道路照明灯と、自治会が設置または管理している街路灯がございます。道路照明灯は、幹線道路の橋梁及び交差点、曲折箇所、または学校や自治会の集会所等、多数の方が利用する公共施設と隣接する市道の照明を兼ねるものでございまして、設置効果が広域的なもの、交通安全上危険な箇所、防犯上必要な箇所に設置しております。一方で、街路灯につきましては、自治会内の地区内道路に面しており、交通安全上危険な箇所や、防犯上必要な箇所に自治会が設置し、維持管理をしていただいているものでございます。また、街路灯の設置または更新につきましては、辰野市街路灯設置補助金交付要項に基づきまして、補助金を交付いたしております。まず1番目のご質問の、本市における街路灯の設置状況についてでございますが、1つ目の現在の街路灯の総数につきましては、約5000灯でございます。次に、2つ目の自治会の申請数と実際の設置数との差につきましては、本年度、約400灯の設置または更新を見込んでおりましたが、各自治会からは約650棟の仮申請が提出されており、補助金の交付率は要望棟数の約 60% となっております。次に2番目のご質問の、本市の街路灯の LED 化の進捗状況についてでございますが、1つ目の自治会管理の LED 化の進捗状況につきましては、すべての街路灯の状況は把握できておりませんが、おおむね 40% と考えております。次に2つ目の防犯灯の LED への変更について、自治会の申請数と実際の設置数との差につきましては、蛍光灯の設置も可能ではございますが、すべての申請において、LED 灯の設置または更新となっておりますので、先ほど申しましたとおり、約400灯の設置予定に対し、650灯の申請数で、その差は250灯となっております。次に、3つ目の LED と蛍光灯の電気代の差額につきましては、1灯につき年間約1000円程度安価となり、蛍光灯の 60% の電気代となる見込みでございます。次に4つ目の全街路灯の LED 化につきましては、地元が更新を望んでいる街路灯はおおむね5年間で完了する見込みとなっております。次に3番目のご質問の設置基準の上限を引き上げることについてでございますが、補助灯数については平成28年度に年間設置基礎灯数を3灯から5灯に引き上げておりまして、現時点では辰野市街路灯設置補助金交付要項に定める年間設置灯数の上限を引き上げることは考えておりません。次に4番目のご質問のイニシャルコストは市が全額持つべきではないかということについてでございますが、早期に LED 化への更新及び設置を完了するため、自治会の負担をお願いいたしております。また、一部を負担していただくことで、市に必要な場所に設置をしていただけるものと考えております。次に5番目のご質問の、安全安心なまちづくりにおける街路灯の役割についてでございますが、夜間における事故や犯罪の発生を防止し、公衆の安全を図る役割は大変大きいと考えております。また、地元自治会に一部を負担していただくことで、自らの手で自らの町を守るという、住民の安全に対する関心を高める重要な役割も果たしているものと考えております。今後におきましても、安全・安心の町づくりに向け、努力してまいる所存でございますので、何とぞご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
11番和田美奈議員。ありがとうございます。先ほど、まずはじめに投票率の向上についてのところでご質問をさせていただきますけれども、18歳、19歳の、投票率が低いことによって投票率のが低下が今進んでいるというふうに、答弁いただきましたけれども、それは辰野市においてもそのようなデータが得られているんでしょうか。副市長。実は28年の6月の19日に公職選挙法が改正されまして、その翌月の28年の7月から参議院選挙がございました。でこの時にですね、国から年齢別の、東京都連というような指示がございまして、辰野市も本来であれば、一人一人何歳の方が来られたことはチェックしませんけど、今回その時に指示がございましたので、させていただきました。で当時のその参議院選挙の県のですね、全投票率は 53.74 で、18歳19歳の投票率が 44.74 にからですね、で県が18歳が 49.32、 19歳が 40.13 という数字なんですけれども、辰野市の場合は県の返金よりも 54.64 ということで、参議院の全体は高いんですけれども、18歳19歳投票率が 42.40、 そして18歳が 46.54、 19歳に至っては 37.94 ということで、県よりもやっぱり低い数値なんですね。で総数が増えたのにもかかわらず、平均を下回る18歳19歳若者の投票率が少ないので、投票率は下がるということになるわけですけど、やはりここら辺の問題というのはですね、いわゆる住民票を辰野に置きながら大学に行かれるとか就職するということで、住民票を置いてですね、出られている方で、それの方が不在者投票されていないということに問題あるのかなと、相場的に見ますとそういうことになるんですけれども、これは翌年のですね、今度衆議院があるわけですね。で衆議院の時にはですね、実は1年目に18歳の時に 51.28 の%の方が、これ全国、これは全国平均なんですけど、 51.28% の方が18歳の時は選挙に行ったんですよ、参議院。その翌年の衆議院の時には 32.34% しか行ってないんですね。これはどういうことかというと、やっぱり諦め、何が諦めかやからね、日本の政治というのは私自身が思うことですけれども、これ人口ピラミッドというのはもう老人がこっち多いんですね、若者より老人が多いということは、今の政治は老人によって決まってしまっている。で若者が一生懸命こう何かをやろうとしたとしたとしてもですね、それが政策に反映されてない部分があってですね、諦めてしまうのか、一旦選挙に行ってですね、こんなもんかと、何も変わらないじゃないかというような、諦めみたいなムードというんですかね、そういったものが多少なりとも影響しているのかなと。1年1回目は行ったけど2回目は行かないというのは、ここら辺がやっぱり顕著に出ているのか、これはまあ想像ですけれども、そういったことが影響してですね、若者の、いわゆる政治離れというのがどんどん、年いった人は政治に熱心ですけれども、そういったことで投票率が下がっている要因の一つになっているんじゃないかなというふうに推察をいたしているところでございます。11番和田美奈議員。ありがとうございます。私も若い世代の一人として、それは本当に若い方の政治離れ、なんとか食い止めたいという思いで立候補した決意の思いもございますので、そこは本当に同じご意見でございますが、前回辰野の市議会議員選挙が行われて、その後で投票所が減りまして、その後ずっとですね、それまでは 60% 台をキープしていた辰野市の投票率が、それ以降 50% 台にずっと落ち込んでいるということもございまして、決して若者だけの、その投票の動向ではないんではないかなというふうにも感じておりますが、そのあたりのところはどのようにお考えでしょうか。副市長。確かに市議会議員選挙だけを見ますとそうなるわけですけれども、一方市長選挙を見ますとですね、
平成21年の市長選挙が 44.61 で、平成25年の選挙が 54.74 で、平成29年では 56.49 と上がっているんですね。やっぱりそれは争点があるかないか、その選挙の度合いによってやっぱり変わってくるんですね。で、今入門目の質問をされるかも分かりませんけど、投票区の問題でもそうなんですよ。で、市長選挙のところの、まあ、46投票区から35投票区に減ってるんですね。46から35とか11投票区減って、まあ、1つのところで2つ減っとるところがあるんですけれども、まあ、10投票区減っとるわけなんですけど、市長選挙の場合ですね、10のうち7つが増えてるんです。投票率が上がってるんです。だから先ほども言いましたように、争点があるかないかというようなところでですね、投票率が変わってくるんですね。だから一概に、まあ、合併したからどうのこうのじゃなくって、やっぱり選挙に行こうと、この人に入れようと、から、まあ、市長選の場合はですね、特に大きく違うのは市議会選挙と市長選はね、若者がごっついっとんですね。ごっついというのはパーセンテージで言えばちょっといいんですけれども、調査したところ、まあ、これは調査はね、期日前投票しかできないんです。期日前投票の方が何歳来られた方でチェックしたわけですけれども、市長選の場合は非常に10代も5ポイントぐらい上ですし、20代も上、かなり上なんですね。やっぱり若者がこう選挙に興味を持って今回の市長選挙に行っているということで、やっぱりその、まあ、それぞれの選挙の争点がによってですね、これはかなり変わってくると。だからそういう環境よりも、やはりそういう条件というの方が選挙には大きいのかなというふうに考えております。11番和田美奈議員。先ほどちょっと言葉足らずで失礼いたしました。前回の市議会議員選挙から、50% 台、60% 台以上になっていないと申し上げましたのは、市会議員選挙だけではなくて、それ以降に行われました衆議院選挙が2回、参議院選挙が1回、市長選挙、県会議員選挙、県会議員選挙の補欠選挙、県知事選挙など、すべての選挙において、60% を上回ったことがないということを申し上げておりましたので、付け加えさせていただきますとともに、まあ、期日前投票で若者の、若い方の投票が多いというのは、普通に考えて当然かなというふうに考えております。若い方は、学業をされていたり、仕事をされていますので、なかなか、当日行けるという方が少ない。そのために、まあ、期日前投票もございまして、仕事が終わった時間や学業が終わった時間でも行けますし、まあ、高齢の方はやはり当日行きたいとか、そういうふうな思い、前からの投票行動がそのまま反映されていると思いますので、期日前投票のポイントだけで若者が、争点がどうというのは少しおかしいかなと思っているんですけれども、そのあたりはどのように考えでしょうか。副首相。私が申し上げましたのは、要は18歳19歳あるいは20歳代のですね、市議会議員選挙と市長選挙における期日前投票の比較を申し上げたわけであって、当然、まあ、期日前投票は、まあ、若い方がたくさん行かれるのは分かっているんですけれども、その争点があるかないかによってですね、大きく変わっているんですよということが言いたかったわけでございます。まあ、6割切るとどうのこうのというようなことではございますが、確かにね、民主主義でございますので、投票率が高ければいいということであれば、ロシアなんかどうでしょうかね。めちゃくちゃ高いですよね。それが本当の民主政治がされているかどうかというのも、これはもう一つの考え方なんですね。だから、まあ、確かにその民意を反映するのには、そういった自分の一票を投じていくというのは確かにそうなんですけれども、まあ、高ければ高いほどいいという考え方ではなくって、いわゆる選挙そのものの争点があるかないか、どういったところで若者に、あるいは若者ではなくてもいいですけれども、未来とか、いわゆる諦めを感じさせないとかね、政治というものに光り輝くものをこう一行するとかね、で、割と市長選なんかは言えばですね、対抗者の比較ができるわけですね、マニフェストの選。で、市会議員さんっていうのは、それぞれこんなことやります、こんなことやりますってやったとしても、なかなかそういうわけにはいかないですよね。で、先生方も皆様、個人演説会されたと思いますよね。だから そうしますと、その中に10代の方が来られてましたか？本当に若い方が聞きに来られてましたか？そうでしょう。
まあ、そういう時代というよりももう今はもうそういったことを、まあ、我々としては模擬投票を学校に行ってですね、高校生18歳19歳の方は必ず1回は選挙してもらってるんですよ、模擬投票ということ で選挙の重要性を解いて回ってるんですよ。これね、はっきり言うて もう特効薬ないと思いますわ。 もしあれば教えていただきたいんですけれども、まあ、いろんなあらゆる啓発手段をして、例えばですよ、インターネット投票してしたら多分グッと上がると思います。インターネット投票であるとか、まあ、投票した人にね、だから、まあ、マクドナルドの券をあげましょうとか、まあ、インセンティブですね、あの役所 の来るためのタクシー代を出しますとかね、まあ、そういうインセンティブを出せば投票率が上がる。そんなことは本来的にはそれは政治とはちょっと違うでしょ。だからそういった意味でもう基礎として学生たちにはこのいかにね、あの選挙というのは大事であって、民主主義の根幹をなすのはあなた方の一票で決まっていくんですよということは説得するんだけれども、なかなかそれはうまいこと言ってないという現状で、ジレンマ、これは国もねやっぱり思ってるんですよ。じゃあ若者はもっと簡単に、まあ、インターネット社会ですから、インターネットでポチッとしてれば言えないの、だから不正の問題があるからなかなかできないというようなことでございますので、やはりあの議員が憂いでおられるのはよく分かりますけれども、我々としても、まあ、手をこまねいているわけではないんだけれども、なかなか難しいというのが現状でございます。11番、和田美奈議員。ありがとうございます。さまざまなあの取り組みについては、あの選挙管理委員会さんの方からもあの教えていただいて、あの特に若者に対しての出前講座であるとかですね、そういうところを本当にあの取り組んでいただいておりまして、あのぜひそういうところはですね、あの私もまたいろいろ見せていただいて、あの若い世代の方の、そういう政治に関するあの思いをですね、高めていただきますように、私もこの中で一番若い議員としてあのそれをやっていきたいなと思っているんですけれども、他の市でではですね、さまざまなあの高齢の方に対しての取り組みも進んでおろうかと思います。特に、まあ、手段としては2つぐらいございまして、まあ、移動支援ですね、まあ、バス、タクシー、また市の方が、あのなかなか歩行困難な方に対して車を出したりとか、そういうことをされているところもございますし、また移動式の期日前投票所をあのずっと走らせておられるような市もあるとお聞きしております。あの手もこまないておられるとは思っていないんですけれども、私がお聞きした中では、やはり投票所に行きたいけれども行けないという高齢者の方のお声っていうのは、今回初めてあの選挙に出させていただいてたくさんあのお聞きしました。そういう方々の、投票を、ぜひあの拾っていきたいと。若者だけ、私も若者ですけれども、若い方だけではなくて、やはりこれまで市にいろいろ貢献してこられた、お知恵をですね、あの高齢の方のそのご意見もまだ捨てていないという、その市の姿勢といいますか、あの高齢の方を大切にしていく姿勢というものもまた一つ重要であるかなと思うんですけれども、そのあたりの取り組みについて何かお考えがございましたらお聞かせください。副市長。あのご質問いただきまして、まあ、選挙管理事務局の職員や局長にですね、いろいろ私も聞き取りさせていただきましたところ、あの市総ではおっしゃるように26路線ですね、で7台のバス、新規のちっちゃい方のバスですけど、我々のデマンドバスと一緒のやつですけれども、あれを運行しているようでございます。26路線7台、実績が40人から50人たちですね。1日26線の7台1日出して、まあ、5、60万かかると思うんですけれども、その寄された方が40人50人。一方上川町ではこのコミバス券を出しておられるんですけれども、これは20名で、職員がこれ送り迎えしているのが4名おるらしいですね。そこら辺はいかがなものかと思うんですけど、やっぱり選挙というのは公平性、公正性が大事でございます。でやはり費用対効果というのも大事でございます。でそういった意味でこれはちょっと研究課題にしていただきさせていただきたいというのが1問目にあのお答えした通りでございます。実態は分かっているんですけれども、果たしてそれが本当にいいのかどうかという検証しなくてはなりません。もう一方ですね、国におきましても、さっきおっしゃられたような、行きたくても行けないというのは郵便投票という形がございます。
郵便投票の形を緩和しようという動きがございまして、いわゆる要介護度5までしか郵便投票できなかったんです。ほとんど要介護度5といえば喋ることは多分不可能です。だから書くことも多分できません。でそういう方の郵便投票しかできなかったんですね。で今回国の公職選挙法の改正を考えておられましてですね、要介護度が3の方についても郵便投票を認めていきましょうというような緩和を措置を考えておられるようでございます。これもやはり国におきましても投票率を向上させたいという意向でございます。そういったいろんな流れを考えながら、やはりご質問の、投票率を上げるということは、我々にとっても重要でございまして、例えば県知事選なんかやったら投票率上げってここ叱咤激励されるわけでございますので、我々といたしましてもそれは大事なことだというふうに思っておりますので、最もその、公正で公平、なおかつ経済性が高いというような何か手段というものを今後検討課題として考えていきたいというふうに思っておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。11番和田美奈議員。先ほどから公平性の部分が出てきておりまして、私も選挙管理委員会さんに伺った場合、なかなかさまざまな取り組みができない背景にはやはり公平性のところがあって、特に辰野市は合併しておりますので、以前の投票の数と合併後の数でですね、9兆で偏りがあっては、やはり特に市議会議員選挙のような一票によって当落が決まるような選挙においては公平性が保てないところがあるというふうにもお伺いしました。また移動式の支援、移動の支援や、そういうものに関しましても、なかなかその公平性の部分から難しいというふうにはお伺いしているんですけれども、やはり低いところの公平性ではなくて高いところの公平性を、ぜひ目指していただきたいなというふうにも思いますし、上川町や兵庫県内のさまざまな取り組みのところも、教えていただきましたけれども、人数が、人数の問題と費用対効果確かにあると思いますけれども、投票に行きたいけどやはり行けないという方をなるべく減らしていく、取り組みというものは絶対に必要なものではないかなというふうにも思っております。また先ほど、移動支援の方はご意見をお伺いしたんですけれども、移動式の期日前投票所について、今後取り組んでいかれるような方向があるのかどうかお伺いできたらと思います。副市長。それにつきましては、確か豊岡だったと思いますが、いわゆる投票区を合併しましてですね、20数%ドーンとこう投票率が落ちたところがあるようでございます。やはりそれは少しちょっと大きすぎるなということで、投票日期日前投票を出前で期日前投票、この日1日だけ期日前投票を9の投票区に行くというようなことをやられておったというようなことをちょっと聞いたことがございます。でそれにつきましてはやっぱり変地なんですね。変地というのはやっぱり変地という地区指定をされているようなところでございましてですね、ここら辺については今のところそういう大きな投票区を合併したことによってですね、20数%も以前より落ちたというようなところがございませんので、今のところは考えてございませんけれども、これがいかに顕著に今後ですね、やっぱりこのまま投票区で、当面は進むと思いますけれども、もっともっとこう職員も少なくなってまいりますので、今現在も投票を、立ち会い人であるとか、あるいは選挙事務に従事する職員がもう管理職が務められることがなかなかできませんから少ないんですよね。だそういった中で、人口も減っていくという中で、社会的状況が変化してですね、さらに投票区を、集約せなければならないというような場合が起きる、そして想定されるという場合には、そのことについてはやっぱり考えていくべきであろうというふうには考えておりますが、今直ちにそういったことをやりたいというのは、せなければならないという必然性というものはあまり感じてないのが現状でございます。11番和田美奈議員。ありがとうございます。
先ほど市役所側 の職員さんが減っていったり、こういう現状があるというふうに、そういうふうな社会的な変化についてのご説明ございましたけれども、やはり急激に投票率が下がる地域があろうがなかろうがですね、これからの日本のことを考えていきますと、やはり高齢者はどん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 増えていきます。そして長寿にもなっておられます。100歳を超える方、90歳を超える方、本当に多くおられまして、以前のような、投票のような行動ができない、3キロ歩いていくこともやはり難しいというような、現状もどんどん出てきていると思いますし、またこの昨今の現状では、免許をやはり返納していくという流れが大変多ございます。そういう方々にとって、そういうふうな選挙の足がどんどん奪われてしまうということもございますし、やはり一人世帯がの高齢者の増加というものも、やはり昔よりは増えておろうかと思います。そういうふうな、こちら、市民側の目線にも立った、社会的事情の変化も考慮していただきまして、急激などこかの地域で 20%、30% 落ちるというようなことは、もしかしたらないかもしれませんけれども、高齢化がどん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 進むに従って、徐々に徐々にやはりじわじわと落ちていくものではないかなというふうにも思っておりますので、そのあたりのところをぜひご検討いただきたいと思うんですけれども、どのようにお考えでしょうか。副市長。おっしゃることは重々分かっております。そういったことで、一番最初に答弁いたしましたように、実情、社会的情勢というのを把握しながら、対応策について、近隣市長の考え方で、我々の考え方を併せ持ってですね、検討してまいりたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。11番、和田美奈議員。もう一つ、やはり、若者のところをもう少し触れておきたいんですけれども、やはりマンパワーの問題で、若者の投票行動を全部、期日前は今分かるんですけれども、投票行動を全部調べる、調査するということは難しいというふうにはお伺いしているんですけれども、辰野市さんの方では、やはり若者に力を入れていきたいというふうに、若者のそういう啓発に力を入れていきたいというふうにも熱い思いも聞いておりますので、そういうふうな若者の投票行動が分かるような何かデータを取らなくて、その成果対策っていうのが本当に取れるのかどうかというところがちょっと疑問なんですけれども、なんとかしてこの若者のそういうデータを今後も取っていくというふうなことは考えられておりますでしょうか。以上。副市長。投票率を上げるのはやっぱりね、伸びしろというのは若い世代なんですね。若者18、19だけじゃなくて20、30ですね。その人たちの、投票率を上げていかないと全体の底上げにはならない。で、今先ほど串君言われましたけれども、投票行動の認識をしなさいよというようなことなんですけれども、これはなかなか厳しいですね。今選挙管理委員会が3名ですか、3名の中で、投票を実際に有権者数の数の方の年齢ごとに投票行ったか行ってないか、地区ごとに決めていくと、1人ずつこうしていくと、ああいう投票の当日に、選挙が終わりますとですね、厳重な箱に入れて投票箱にしまってですね、日用の資料として、それは封印してしまうような現状ですね。で、国からの参議院の時には指示がございまして、それを一旦全部紐解いて、年齢何歳、どこの方がどういうふうにしたか、いちいちこう調べましたけれども、これを選挙ごとにですね、投票行動するために、それだけの労力、何日もかかって調べたわけでございますから、そういうことを今することが果たしてどうなのか、やはりその相場な的にはございますけれども、若い人たちに選挙に行っていただくような啓発であるとか、何かしらのその勉強会であるとか、そういったことでしかなかなかそういうふうな選挙行動を把握することまですることはなかなか困難なのかなと、今現実としてはですね、そういうふうに考えております。
11番和田美奈議員。ありがとうございます。いろいろ難しい点はあろうかと思いますけれども、すべての選挙でとかそういうこと今すぐにということは思っていないんですけれども、なるべくですね、成果やったことに対して、成果がどれぐらいあったのかなと、出前講座どれぐらいそれによって若い方が言っていただいたのかなとか、そういうところも今後見ていければより良いのではないかなと思っておりますので、そのあたりまた検討していただけましたらと思っております。また高齢者若者の話もございましましたけれども、やはりもう一つ、やはり障害者の話もございまして、今障害者の方にもそういうものを拡充していこう、バリアフリー化をしていこうということもございますので、今日は質問しませんけれども、ぜひそういうところも三本柱ぜひ考えていただきたいなと思っております。昨日ですね、小泉議員の話の中でもですね、市と民間の方のもう取り組んで、緑川かたさんをテレビドラマ、朝ドラの主人公にと取り組んでおりますし、市の方でも積極的に取り組んでいただけるというふうにお聞きしておりますけれども、やはりそういう、女性の参政権に尽力された方でもございますので、政治への市民への関心が高いと、市もそれを後押ししているようなさまざまな、いろんな先進的な取り組みをしていると、そういう辰野市なんだということをアピールしていくことがですね、そういうふうな町の住んでいる人だからこそ、緑川かたさんに縁があるような町なんだなと、市民の意識がとても高いなということで取り上げていただくような、そのようなことも考えられるかと思っておりますので、やはりそういうふうな部分からも、ぜひこの投票率の低下を食い止める措置を考えていただきたいと思いますし、もちろん私たち議員側のさまざまな取り組みも重要かと思います。市民の皆様に公平、さまざまな、疑念を抱かされることなく、しっかり働いていただいているというふうなことをですね、見ていただくことももちろん重要であると思っておりますし、また少し変わるんですけれども、また今、国会ではですね、憲法改正の発議がいつ行われるかもわからない状況で、そうなれば国民投票という形で、戦後始まって以来初の、憲法改正のですね、国民投票が行われるとも考えられますので、さまざまな民意がですね、反映されてしっかりと判断していけますように、投票率の向上を引き続き、願いまして、一つ目の質問は終わらせていただきます。引き続き2つ目の街路灯の部分についてご質問をさせていただきます。さまざまな数字を聞かせていただいたんですけれども、まず、自治会の、予定数が今、違いました、市の方の予定されていたのが400に対して自治会が650申請してきているということで、要望が本年については 60% しか満たされていないということに関しまして、今後、今年は仕方ないかもしれませんけれども、今後どのようにこれを満たしていこうとお考えでしょうか。都市建設部長。先ほどのご説明のように、今年度400棟で、250棟が足らないわけなんですけど、あくまでこれ、仮申請で受けている数字ですので、これから、詳細に聞かせていただいて、実際いくつになるかというのも調査します。でその中で本当に市に必要な場所も調査させていただいた中で、補正対応できるんであれば、今年度なんとか予算確保はしたいと、そのように考えておりますので、よろしくお願いします。11番和田美奈議員。もう要望数、自治会の要望数というものは、もう本当であればもっともっと要望したいけれども、本年に関しては上限があるので、この部分で例えば5年計画10年計画で自治会としては取り組んでおられると聞いておりますけれども、その部分がですね、今回どんどん減ってしまって、さらに
本当はもっともっと要望数が多いと思うんですけれども、その部分が満たされないのではないかなと思っております。ある自治会では要望が、せっかくこれですね、3棟から5棟に、3問目の質問のところで、引き下げられて、1つの自治会に対して5棟標準的にまず割り当てられて、それが引き下がっているにもかかわらず、今回要望した数とこう開きがあるということに少し不満を持っておられる自治会長さんもおられるというふうに聞いておりますけれども、どのようにお考えでしょうか。以上。都市建設部長。年間の棟数の上限が引き下がっているんじゃなしに、もともと3棟であったものを平成28年に5棟に引き上げております。でさらにそのまあ自治会によって世帯数が違いますので、その5棟を基本数字とさせていただいて、50世帯につき1棟をプラスするような、例えば120世帯があれば5棟プラス2棟で年間7棟までは上限としていけるという基準でございます。で先ほど今年度棟数が足らないっていうお話の中で、市も去年29年ので各自治会にこの平成34年までの5年間の設置の希望数を聞き取っております。でその中で自治会の意向として受けておるのが、今年度も650って言いましたほぼ近い数字では受けております。ただやはり私自身も最初調査があれば、最初の年はちょっと余分目に入れとこうかっていう頭もありますので、そこら辺はまた審議必要な箇所を調査してっていうことで思っておりましたので、そこら辺はよろしくお願いしたいと思います。11番和田美奈議員。昨年度調査票をお配りになられて5年間の予定数を聞かれたことは承知しております。先ほど3棟から5棟に引き下げて、ちょっと言葉が間違ってしまいまして、希望をたくさん出せるようになったにもかかわらず、たくさん出したのに、それが通らないかもしれないということに対して、予算がちゃんとついていないのに引き上がったのかなっていうような声がちらほら聞こえましたので、そのあたりのところがせっかく自治会の、希望が予定がですね、5年計画だったのが4年3年にで完了するなと思ったところ、なかなかそうはいかないんだなというような声をお聞きしましたので、そういうところがですね、せっかく調査票を出して、大体の分かっているから、これで大体ある自治会では5年計画で完了するなと思っていたところが、今回はそれが昨年度よりも低くなるかもしれないという説明を最近聞かれたということで、少しご心配されている声をお聞きしておりましたので、そういうところが市の側としまして、その5年計画で先ほど LED 化についても完了を見込んでいるとおっしゃられておりましたけれども、他の市ではですね、まず LED 化については1年で取り組もうとか、もう少し短い年数で取り組もうというようなさまざまなアイデアを出して取り組んでおられる市がございますけれども、そのあたりのところはもう少し早くなるということはないんでしょうか。都市建設部長。できるだけ早くはしたいと思ってますけれども、調査で回答が返ってきた数字が、全ては返ってきてないんですけれども、約2000棟の数字が返ってきております。というのは2000棟になれば、約2000万程度の補助金になりますので、その中でやはり優先順位を決めていただいた中で、なるべくご希望にはお答えするつもりはこちらではおるんですけれども、年間平準化して、更新の方の補助を出したいと思ってまして、今回のようになっております。11番和田美奈議員。ありがとうございます。4番目の質問のところでですね、今自治会さんとのお話がずっと進んでいるんですけれども、今新規工事についても LED 化の工事についてもやはり
まあ、補助は出されているんですけれども、全額補助ではなくてですね、一部補助という形で、自治会によっては、まあ、早く完了したいけれども、なかなかこう、まあ、自治会の個数によってはたくさん出すことも難しいですし、まあ、コストもかかってしまうということで、しかもたくさんついてしまえばランニングコストもかかってしまうということもありまして、なかなか希望数が本当に要望数かどうかということは難しい、把握するのは難しいと思いますけれども、このイニシャルコストをですね、初期投資のところも自治会さんがだいぶ重い負担をされているように感じるんですけれども、そのあたりもう少し補助を全額持つべきと私は考えますが、どのようにお考えでしょうか。都市建設部長。すべて持てば自治会さんの負担は減るのは十分承知しております。しかしながらですね、そのやはり早期に完成をさせようという気持ちも我々も持ってますので、一部ご負担をお願いしたところでございます。それと、負担していただくことによって、先ほども言ったように本当に必要な箇所っていうのが自治会さんで真剣に考えていただけるんではないかということも一つはあろうかと思います。それと近隣市長、それ少し調べさせていただいたんですけれども、この西番地区の近隣市長に対しても全て一部補助ということを浮かしているようなものなので、我々の辰野市としてもこのままの一部補助で今後もお願いしたいという意向でございます。議長。11番和田美奈議員。例えばなんですけれども、まあ、イニシャルコスト、ランニングコスト、どちらをまあ、自治会の負担を、まあ、全てとは言わなくても軽くしていくかということで、さまざまな取り組みの中で、近隣ではないんですけれども、例えば埼玉県の所沢市では、まあ、20年以上 LED 化にかかるよと言われていたような市でですね、包括的リリース契約ということで、1年で市の負担ではなくて、リースですので、まあ、少し最初に少しお金がかかりますけれども、1年ですべて、LED 化をしたというところもございますし、またランニングコストですね、電気代のところをなんとか市の方がですね、まあ、太陽光や小規模な水力発電などのことを利用して、自治会の負担分は市の方で発電をして、なんとかその分を見ていこうとか、そういうふうな取り組みもされております。で、私が調べた感じではですね、電気代を市の方が負担されている市ではですね、早期に LED 化をしようと真剣に考えておられるところが多いようです。やはり市の方の負担を早く減らすためにですね、なるべく1年、2年で完了してしまおうというところがございまして、先ほどから自治会の方が、負担していただくことで、そういうふうな皆さんで防犯の意識を高めるということも、まあ、確かにあろうかと思いますけれども、市の方が、ランニングコストを見るんだったら、もっと真剣に LED 化も進むのではないかなというふうに思っているんですけれども、そのあたりのところはどのようにお考えでしょうか。都市建設部長。すみません、市の方も道路証明っていう証明を持ってまして、まずそれは幹線道路とか皆様が使う交差点とか、本当に、まあ、いわ自治会外の危険な場所とかを今年度これはリースによってやる実施するつもりでおります。まずそこを市の方は先に優先、申し訳ないですけど優先させていただきたいと。で、先ほどのこの全額どちらかをっていう話なんですけども、ちなみに辰野市の場合、まあ、電柱転嫁で更新した場合、自治会さんの負担が、イニシャルコストで7000円から1万円程度になろうかと思います、1棟あたり。で、ランニングコストについては LED にしますと年間1400円や1600円の電気料金に、これも、まあ、関西電力のお客様センターの数字の試算でございますけれども、そのような数字になろうかと思います。ですからランニングでいきますと、自治会、まあ、辰野市で213自治会あるんですけれども、まあ、約平均20棟ぐらいが今現在各自治会で持っておられる棟数かと思います。これはあくまで平均なんですけれども、でそこで、まあ、電気代としては3万2000円程度で、まあ、それとこの LED 化にしますと約15年これが耐用年数がございますので、初期投資には確かに少しきつい時期があるかも分かりませんけれども、その後15年間はその分はかかってきませんので、あとは年間の3万2000円程度の自治会さんのご努力ということでお願いしたいと思うので、今のところはやはり
一部負担でお願いしたいと思っております。11番和田美奈議員。ちょうど市が持っている、照明道路照明灯の方を先に優先させていただきたいというふうに言っていただきましたけれども、やはり街路灯も、面積が広いような自治会であるとやはりたくさんになっております。電気代もある自治会では年間12万円ほど今かかっているというふうなこともお聞きしておりまして、やはりどんどん個数が減っていったり、さまざまな事情によってなかなか電気代の負担も重いということでございますので、 LED に関して本当に早期に取り組んでいただけたらありがたいなというふうには思っております。またもう一つ根本的な問題のところがあろうかと思いまして、今市の方で言われている設置基準ではまず5棟プラス50世帯につき1棟申請できるというふうに聞いて先ほどもお聞きしましたけれども、そこがですねやはり何と言いますか、こちらから考えますと面積が広くて個数が少ない地域というものが本当は暗い自治会になっておりまして、例えば市内の街中でありましたら家も近接しておりまして家の明かりもあるそういうところで個数も多くて、自治会の負担の電気代も払いやすいという申請数もたくさんできるというようなところではなくて、面積は広いけれども個数が少ないと、いうところがですね本当に暗いということがございますので、そのような基準のままで、いいのかどうかというところ、暗いところが暗いままになってしまうのではないかなと思っているんですけれども、そのあたりのところはいかがお考えでしょうか。都市建設部長。またその年度年度で、状況を確認しながら検討は進めていきたいと思いますけれども、先ほど言ったように LED に更新しますと、15年間というスパンでこれ耐用年数ございますので、今度更新の個数がかなり減ってくると思うんです。この30年、31年は確かに多いかも分かりませんけれども、その後、極端に言えば3年先にはこの半分近くに個数が落ちてきます。それと現在でも聞き取りによれば、新設っていうのはほとんど、言ったら100あれば1割、10割、10棟ぐらいの割合で新設という申請、地元の希望が来てますので、今後何年、3年先にはかなり落ちてきますので、そこにはこの今は少ないという認識があるかも分かりませんけれども、その時点ではこれでもいけるのじゃないかなという認識で我々はおります。だからその時点再度確認させていただいて、いやこれでもまだ足りないよってなれば検討はさせていただきたいと思います。11番和田美奈議員。ありがとうございます。本当になるべく早く私もLED を進めることで自治会の負担も減らしてさらにいい取り組みができるようになると思いますので、そこのところは同じ認識なんですけれども、32年手ぐらいになるとどんどん楽になってくるというふうにも言われましたので、その先においては自治会の負担をなるべく減らしていったりであるとか、面積が広くて個数が、少ない暗いような自治会に対して何か新しい基準で補助をしていくような取り組みもぜひ進めていっていただければ、検討していっていただければなと思うんですけれども、そのあたりいかがでしょうか。都市建設部長。やはり年々状況変わりますので、その度、検討の方はさせていただきます。11番和田美奈議員。ありがとうございます。でやはり機能の LED 化になれば10年15年電気も切れないし安くなるということでしたが、今差し当たって5年ぐらいはまだまだ LED 化が進まないというふうにも今お伺いしましたので、機能の畑山議員の話の中でもやはり電灯が電気が切れているところというのは結構確かにあります。でそういうところがですねやはり市民の方が意識を持って見ておられるとは思うんですけれども、
切れた機能もそうだったと思うんですけれども、自治会長さんに言っていいのか、自治会長に言ったら違う市だよとか、まあ、機能だったら新宮そうですよとか、いろいろあると思いまして、なかなか市民の方にはどこに言っていったらいいのか、早くつけてほしいけれども、早くあの電気が切れているのが直らないという声も確かにお伺いしております。ですので、あの何か今、さまざまな辰野市にはボランティアさんがおられまして、見回っておられるようなグループの方もおられます。そういう方が意識を持って、暗いところ、あの切れているところを見ていただくような取り組みもあの進めていければいいかなと思うんですけれども、そのあたりいかがでしょうか。都市建設部長。あの確かにあの市が管理しているのか、自治会が管理しているのか、ちょっと我々もわからないところが実際あります。で今年度市が管理している照明灯につきましては、すべて確認をさせていただいて、まあ、台帳的なものを作らせていただいております。でまあ、自治会の管理につきましては我々が把握できないのがほとんどでございます。ですからやはり、何らかの補策もこちらと自治会と市が考えるようなしに自治会と一緒になって考えていきたいと思います。よろしくお願いします。11番和田美奈議員。ありがとうございます。質問はあの以上なんですけれども、やはりあの辰野市総合計画の第二次辰野市総合計画を作るにあたっての、この、審議会の答申の中で、市民の方へアンケートを取った部分が あったと思います。その中であの安心安全のまちづくりの中では、圧倒的にですね、他の質問よりももう圧倒的に防犯灯や防犯カメラなど犯罪の起こりにくい環境づくりに対しての市民の方のご要望が多いように思います。私もあの一時期あの外に出て辰野市に帰ってきた人間でありますけれども、やはり最初にこの辰野市に帰ってきたときに思ったのは、私が住んでいるところはまだそんなにあの田舎ではないとは思っているんですけれども、やはり最初に思った印象は暗いなと、こんなに暗いところで危ないなということであります。でまあ、犯罪がさまざま起こりやすいで、そういうところはまあ、警察に行ったりいろんなところで あると思いますけれども、なかなか私の経験からもそうですけれども、小さい頃に、こういう怖い目に遭った、ああいう変な不審者に遭ったということはなかなか親にも言わない、先生にも言わないということもたくさん友達の中では聞いておりました。ですのでそういうところもやはりこれから安心安全のまちづくりの中で一番重要になってくるやっぱり明るさのところですね、ぜひ積極的にさまざまなアイデアで取り組んでいただければと思っております。以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。